テニスを俺は回る。どうもテニス兄弟の大地です。ゆうせいです。お願いします。はい、ということで、はい、今回はね、はい、重大発表があります。重大発表。重大発表なんすか。なんと、はい、この度、はい、ゆうせいが、はい、仮設落車。イエーイ。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっとびっくりしましたね。何してるんですか。いやー、見ますか皆さん、これですよ。やばいっすね。これ左腕骨折。勘弁してほしいんですよね。テニスで骨折はね、まあ、僕らテニスやってるからね、はい、まあ、100分ずつ分かるんですよ。はい、フットサル骨折ってなんすか。フットサルしてたら骨折ぐらいするでしょ。完全に完全に折れましたね。あの腕の肘のちょっとこう、うん、肘のちょっと下ぐらいのところが、ここら辺、そう、そこら辺ですね、はい、が3つに折れてます。3つに折れた。折れてます、ね、どういったんですか。結構ね、芝が濡れてたんですよ。あの雨降ってましたもんね、はいはい、濡れてて、縦パスを、いい縦パスもらったんですよ。あ、まあするんだ。で、よし、そのまま行こうと思った時に後ろにパッ、はい、でそれで左手を捨ててしまった。少ないよ、ここパッパーやろ、こんなの。パキッって言ったらしいっすね。だから、みんな言ったんですけど、パキッって言ったよ、みたいな。視聴者全員ゾッとしますよ。マジで。パキッ、みたいな。で、まあ、僕は聞こえてないんですよ。記憶がないから。まあまあ、痛すぎて。そうね。で、フットサルを中断しまして、で、サークル長みたいな人がいまして、はいはい、で、なんかその資格を持ってるって、フットサルのね。うん、で、多分ね、脱臼だと思うから、まあ、俺も入れれるんやけど、とりあえず病院行って見てもらった方がいいですよ。危ない。入れとったら多分マジでやばかった。で、結局病院行くじゃないですか。で、レントゲン取るじゃないですか。うん、3つもあるんです。その病院もやばかったですよ。9時過ぎぐらいに救急やってもらったんですよ。友達が連れてきてくれて、友達が同行してくれたんですけど、まず受付に紙かけって。もうこの状態ですよ。これで、こう右手で持って状態して、痛くて何もできないみたいな。まず書いてください。無理や。友達から言ってましたよ。書けんやろわ。じゃあ、書けんやろわ。友達、切れすぎて、この病院使い物だな。他の病院に行って。結局その病院でやってもらったんですよ。なかなかね、ああいうのも厳しいですね。なんか、バイト終わりですね。はい。なんか、LINE 来て。はい。フジモンの肘が折れたって言って、リュウセイさん、どこどこ回ってスピーダーフットサルで行ったフットサルで行くなよって思いますよね。普通ね、普通はテニスで行け。あとフットサルは二度と、ね、二度としないって誓いました。本当、僕はこう折れたのはワールドカップの三笘、はい、ブルーロックの潔、青足の足と、この3人がね、主犯格やと思ったんですよ。あんなんさ、あの時期に流されてさ、まあ、僕フットボールファンじゃないですか。なるほどね。そんな僕がね、見たらやりたくなるじゃないですか、普通。まあ、苦手ですね。とりあえずあれなんですよ、兄弟対決とか、兄弟ダブルスは、そうですね、あ、出せないんですけど、はい、まあ、一応、僕のまあ成長日記って感じで、はい、まあ、鈴さんとかまた違う方とかと、まあ、僕のシングル動画を上げようかなとは思ってます、はい。ダブルスはちょっと難しいかもしれないですけど、そうですね。ほんとね、スタートダッシュに失敗しましたね。ほんと、これからやったのね。マジで、ほんとにこれからやったのね。完璧なね、もう全部シリーズ化して、必殺技シリーズ、こちらダブルス、教える大先生、全部完璧やったのね。全部こなした。この左腕が、いやーマジでふざけんなって感じですね。こっちの手で。まあまあまあ、まあ、ちょっと僕はね、ちょっと2ヶ月間お休みっていうことなんですけど、あ、そうですね、まあこの場を借りて皆さんに言いたいのはね、チャンネル登録お願いしますよ。見てくださいこれね、これやばいでしょ。2ヶ月ですよ。できない。テニスじゃないし。え、頑張ってきたテニスで。テニスではないんですけど、かわいそうでしょ。かわいそうです。今からバッて行こうと思ったところで、これですから、ね、かわいそうだと思うなら、チャンネル登録。そう。かわいそうと思うならね、チャンネル登録してください。で、僕が復活したときに、もうさらに面白いね、コンテンツをね、はい、提供していきたいなと思います。
互いに。なので、とりあえずチャンネル登録して待てということだけを僕はお伝えします。まあ、一応、手術がしなくてはいけないので、まあ、1月の22日に手術をして、はい、まあ、21日から、まあ、術後4日ぐらいなんで、まあ、27ぐらいまで入院するので、はいはい、で手術終わったら、まあ、日常生活はもうギブスも取れて送れるかなっていう感じらしいので、すぐリハビリできる。そうですね、すぐリハビリできるんで、まあ、多分そのリハビリのね、あの様子とかも。まあ、怪我メンタル動向として、そうですね。そうですね。言いたいからね。そうですね。あの頑張ってるよっていうね、丁寧に頑張ってるよっていうとこ姿をね、そうですね。見てもらったらいいんじゃないですか。はい。間違いないです。ですね。俺ら気持ちしかない。気持ちしかない。逆に言えば、技術面はね、はい、今からつけていく段階なんで。そうですね。まあ、あとはもう自分の気持ち、はい、もう愛媛一取るという気持ちしかないので。そうですね。はい。それで頑張っていくしかない。そうですね。やっていきましょう。やっていきましょう。ですね。はい。はい。というわけでね、まあ、流星の、腕が骨折しましたということで、ご無縁でした。重大発表ですね、これ。重大発表。重大発表。はい。マジで重大発表。重大発表ですね。はい。本当に、勘弁してください。大地はこうやってこう見えてね、天才なんで、結構ね、食らってると思う。僕はね、全然。本人が一番食らってないって。あ、それは。自分で見てくれるなら僕もその心配してよかった。あ、全然心配はね、して、しゃべってればいいんですけど、まあ、心配はいらないんで、はい、金とか、ね、お菓子とか、援助しようって、なんかね、あ、分かれよ。いたらさ、来る。そうね、形になるものもね。ゴミくず。絶対心配してる。次から絶対心配してる。まあ、ということで、骨が折れましたということでした。はい、そうですね。皆さん、これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、グッド評価、チャンネル登録、マジでお願いします。お願いします。それでは、バイバイ。